ございます。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はリンゴのジャムを作りたいと思います。まずリンゴの皮を剥きます。用意するものはリンゴとお砂糖です。あまり強火だと焦げるので3ぐらいで蓋をして10分間炊きます。10分経ったのですがあまり炊けてないのでもう少し煮詰めます。水分がまだたくさん残ってます。弱火で5分間煮詰めると水分がほとんどなくなりました。これで完成です。